お世話になります、ひとりでございます。中古ソフトを20個買いまして、前編ですでに10個開封しましたので、今回は11個目から開封をしていきます。今回もガチで珍しいポケモンが出ますので、最後までぜひご覧ください。次はホワイト2見ていきますよ。これでもう折り返しですからね、そろそろいいやつ来てほしいですよ。パッチ参考もうその時点で終わってる。図鑑44匹終わってる。もうこの時点でわかるのだけはやめよう。あ、ルカリオいいんじゃん。ホイル、ガーディ、ルカリオ、ダルマッカか。ダルマッカ、なんだこいつ名前忘れた。弱エレキッド、ホイル、メリープ、ザコの巣窟、あとはカラ、あとカラっすね。12本目ブラック2行きましょうか。まあ、これなんかすぐつきますね。やっぱ新しめだからホワイト2とかブラック2とかすぐつきましたね。うわ、マッチに行こう。図鑑30匹もうクソ。この時点でクソだし。もうやだ。これちょっと実況者泣かせですよね、はっきり言って。うわ、これも確実にクソですね。これ4体しか持ってないもん、大体。しかも19レベルだし。マジか。よっしゃ、13本目。ポケットモンスター X 行きましょう。こんな風になるんですね、3DS のソフト。初めて起動するんで、ちょっとすげえなと思いましたね、今。まあ、とりあえず、初めてな。起動、オッケー。バッチ8個、オッケー。図鑑357匹、プレイ時間61時間。60時間率高くないですか？なんでみんな60時間やるんだろう、プレイ時間。それで飽きちゃうんすかね？ 60 時間ってのが定番なんすかね？これやったことないから全くわかんないですけど。どういう状況？何これ、スケートみたいに走んの？すげえ。このストーリー全然わかんないから。いや、すげえな、それで興奮してるわ。全然趣旨違う。見てみましょうか、じゃあ。クリッピーってあんまよくわかんないですね。こいつ強いんですかね。イカ様、ジャイルツク、サイコキネシス、ドレンキス。まあ、こいつはまあ、特別なやつとかではないですよね。お、DR が来た !DR がナイス。DR が出んのっていうか、ここで。連れてきたやつじゃないこれ、多分。第10回員来た、リーフストーン、ミレウチ、カイリキ、ドラゴングル。お、すげえ、アルセウス順来た来た来た。やばいでしょ。アルセウスって手に入んないですよね、普通に。これ、改造とかではないかな。神王地方から時間と空間を超えて、カロス地方にはるばるやってきてようだ。どういうことだろう、これ。ちゃんとしたやつっぽい気がしますよね。滝登りを覚えさせてんの、空を飛ぶ。秘伝用意してんじゃん、これ。はい、マロン。これなんだっけ、名前忘れちゃった。クリムガンか。まあ、これ、波乗り、怪力、矢切り。なんでこんな秘伝を覚えさせてんの。あれ、ちょっと親が全員違うかな。親全員違いますね。ここに集めたってことなのかな。スタージャーレベル1、ハリマロン。全然良くないか。あ、ラティオスいいんじゃん。いいじゃん、これ。もうこの時点でいい。あ、でも良くないのか。別に普通に手に入るのかな、このゲームで。ちょっと私わかんないですけどね。あ、ジガルゼ。これもいいんじゃないの、普通これ。普通に手に入るやつか、これは。まあ、あとは普通かな。月光が、サボネア。ちゃんと御三家持ってるところとか偉いっすね。とりあえずいいよ。なんもいないの、ここ。あ、ゾロはいるじゃん。いいっすね。ロトム。ゾロアとかも手に入るでしょ、でも。あー、こいつも送っちゃったんじゃね、これ。あ、ボルトロスだ。これいいっすね、普通に。まあ、普通に手に入るやつでしょうけど。大剣器、チゴラス、たまたま。おー、イベルタルじゃん。ちゃんと集めてる人ですよね、これ。送ってきたんすね、わざわざ。これ X ですから。これまあ、悪くはないんじゃないですか。ハッサム。ハッサム使いてえなー、ゲームで。すごいっすね、本当に。まあ、全然いいやつは特にいないかな。なんか目立ってすげえ、アルセウスだけはすげえ珍しいんじゃないですか、これ。いいんじゃないですか。オッケー、14本目は行きましょう。オッケー、発光、311匹。あ、でも24時間しかやってない。いやー、これ微妙だな。手持ち見ていきます。ルカリオ、いらないけどね。マフォクシー、はい、カメックス、バシャーも、まあ、全然良くない。カビゴン、イベルタル、まあ、イベルタルあるのだけはいいでしょう。まあ、とりあえず。なん、縦に並んでるけど。サナギラス、タツベエ、チゴラス、チルタルス。微妙。てか、弱え。てか、いらねえ。1、2、3。うわ、これを人も多分あれだな。送ったんじゃない？これ。多分、ポケモンバンクとかに。ね、デリバード、多分そうだな。ピカチュウね。バトルボックスとかないですから、これ多分送ったんでしょうね。15本目、オメガルビー行きましょうか。これ XY の方がかっこいいじゃん、これ、図。図っていうか、このトップ画面みたいな。おー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 、すごい。まあいいや。オッケーオッケー。8個いってるね、とりあえず。プレイ時間44時間。40時間から60時間ぐらいの人めっちゃ多いっすね。多分これでもあんま良くなさそうだな。あ、これも送っちゃった後じゃない？これ多分。多分これ。あ、一応ゾロワークですね。これ簡単に手に入るポケモンでもないですよね、そんなに。まあ一応いいんじゃないですか、ゾロワーク。はい、キングドラ、まあ、エンペルト、ウルガモス、カビゴン、ラティオス。ラティオスまあ普通にいいでしょ。あ、これ残ってる結構。エモンガ、ギラティナ来た。キュレム持ってる。ちゃんと持ってるっすね、これ。ちゃんと揃えたんだろう。ほう、ゾロワーク。カクレオン。ディアルガ。レシラム。うわー、ありがたい。こういうのちゃんと持ってる。ルギアも持ってるし。ルギア2体。ルギア2体いるぜ。しかもマスターボールでどっちも。すげえ。ゼクロム。オッケーオッケー。一通り揃えてくれてる。めっちゃ嬉しい。ラティアス、パルキア、
レジロック、ゼクロム、まあこのあたり嬉しいでしょ。まあこのあたりで、まあでも普通に手に入れるんだろうけど、まあ私としては持ってないんでね、ありがたい。ポケモンホームに送れるから。オッケーオッケー。ギャラドス、しかも色違いじゃねこれ。色違いじゃんこれ。そんな色違いとしては嬉しくないから。コイキングの色違いも大量出現したから、こいつのもう存在価値ってあんまないですよね、はっきり言って。トルネロス、ラティオス、まあ普通にいいでしょこのあたりも。てかも持ちすぎじゃねこれ。伝説めっちゃ集めたろこれ。コバルオン、ありがたいな。レックウザ、他のやつもこれで手に入りますからね。またあの GTS でやればポケモンホームで。うわこれすげえ、各種2体ぐらいいるのかな。グラードン、ボルトロス、テラキオン、ジャローザ、トルネロス、しかもマスターボールばっか捕まえてんの。ラティオス、ラティオスこっちにいたか、自分の手持ちの方だった。スイ君、セレビーじゃん。マジかよ、セレビー普通にいいじゃん。サザンドラ、カイオウガ、いやこれ普通にいいじゃん。伝説いっぱいいるし、もっと幻系いたらいいんだけどね。またビリジオン、いすぎだろ、持ちすぎだろ。ありがたいな。バトルボックス、ゼルネアス、クレセリア、またジラーチもいいんじゃん。マジかよ、すげえな。これ大当たりじゃん。ジラーチは普通に大当たりでしょ。いやすごい、ただの普通の伝説集めてる人かなと思ったら、普通に幻ポケモンも見ましたから、めちゃめちゃグッド、ありがとう。16本目、アルファサファイア、行きましょう。お、これもいいんじゃない ?8 個で244匹。まあ、34時間ですけど、なかなか良さそうな気がする。さっきの傾向から言うと。意外とプレイ時間がそんな長くなくてもいいポケモンがいたりしますから。この状態から始まんのか、だるい。これは。あ、ピカチュウ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 。これ全部送っちゃったパターンですね、完全に。ピカチュウ、でもこれあれじゃね、特殊なピカチュウじゃねこれ。ジグザグマ、ホエルコ、メノクラゲ。まあ、このあたりは。ちょっと良くないですね。全部持ってってる。この人全部持ってってますね。しかもこれ多分わざとじゃね、全部送ってそれで波乗りであそこにいる状態で終わらせたんじゃないの。これ嫌がらせじゃね、多分そんな気がする。それでは17本目3行きましょう。あ、これも XY の方がかっこよくないですか。なんかちょっと手抜いてませんかこれ。あ、一応161時間、この人かなりやってるので、も、これ多分送ってるパターンじゃないこれ。あ、レックウザいるじゃん。一応いいよ、一応いいよ。そんな珍しくはないだろうけど、一応サンキューだよ、はっきり言って。レックウザ、キュレム、パルキア、あ、しかもリザードンじゃん。リザードン色違い。あーちょっと待って、カプコン結構、これ色違いじゃね、しかも。色違いじゃん、やばいでしょこれ。控えめりってやばいよ。ちょっと待って待って、やばいでしょリザードン。色違い、カプコン結構、これ 色違いですよねこれ。多分私あんまこの世代のポケモン知らないですけど、すげえ。ジャローダ、エンブオ、あ、ルギア、これ色違いじゃね、こいつも。レックウザも色違い、やっべえ。多分これ送れなかったんだ、セレビ色違いじゃん。改造じゃんこれ完全に。あ、グラード色違い。多分これ送れなかったんでしょうね、だからこれ残ってんじゃない多分。ギラティナ、ゼルネアス。やべえだろこれ、ゼルネアス色違いきたよ、クソ多いじゃん。これ多分送れなかったんだろうな、予想ね。あー多分そうだろうな、なんか怪しいもんな。だっていや今回のでも中古ロも当たりじゃない普通に。あ、カビツルギもいいやつですよね普通に。あ、今ネクロズマもいますね。いやーやっぱいいっすね、興奮します。メロエッタ、ちょっと待って、メロエッタって幻じゃなかったっけ。あ、やっぱメロエッタ。ちょっと待って、これ幻じゃん。知らなかったからちょっとすぐ喜ばなかったけど、超ラッキーじゃん。映画館じゃん、しかも親、正式なやつじゃね、しかもこれ。やっぱやばい、声が変えるのか。海王ガの色違いだし。これはでもまあ多分あれなんだろうな、ガブリアスの親キュレムっていうね。ガブリアスの親キュレムっていうね。幻も手に入ったし、めっちゃ今回すげえな、幻めっちゃ手に入ってんな。色違いだらけじゃんこれ、やばくねこれ。ちょっと改造なんかちょっと見分け方がわかんねえな。でも多分ポケモンホームに送って、それが送れたら改造ではないんだろうね、だからそれで見分けるしかないんだろうけど、まあ、とりあえずでも興奮はさせてもらったね完全に。すげえ、しかもこのグラフィックが、ミュウじゃん、ミュウの色違いじゃん。やばいでしょ。これ絶対改造じゃないのこれ、だから送れなかったんじゃないのこれ、きっとそうでしょ。公園地方から時間と空間を、これどうなんだろう、見分け方みたいのないっすかね。これはガチでやばいわ。これはすげえ、1410、この辺はないか何も。すげえすげえ。トルネロスこの形初めて見た私。ボルトロスもこの普通の昔のやつしか知らない。ミュウツーもいるし、これでもう一通り揃うじゃん。ファイヤー、ゲノセクトの色違い。やばいでしょこれ。待って、映画館じゃん、しかも。ちゃんとこれじゃあ厳選みたいなした。これサザンドラも色違い。すげえ。また幻手に入ったよ。
すげえ最強じゃん。って俺何回言った今。これもケルディオンも確かこれ幻じゃなかったっけ。ショコタン、しかもこれも正式なやつ。この人ガチじゃん。しかもなんでこんな最新作でさ送んないの。こんなガチでやってんのに他のポケモンホームとかで送んないでこんなとこに残す。ジラーチもいる。幻放題。イベルタロもいるし。やば。こいつもじゃん。色違い最高すぎでしょ。なんなのこの人、いかつすぎでしょ。多分星マークが色違いマークですよね。そんぐらいにわかなのにこんなの授けてくれてありがとう。これやばいくないっすか。マジでジガルでも手に入る。いやこれはやばいわ。やばいしか言ってない。やばいとしか言ってないわ。すげえな。他はいいやついないですかね。特に最高のロムですわこれ。超大当たり。18本目、ムーン行きましょう。これも期待してますよ。いや100匹の41時間、これ期待できますね。今まで結構ねいい目に合ってますから。悪い目じゃなくていい目に合ってますから。あ、フーパー、いきなり、フーパーってあれ、フーパーってあの幻かと思った。騙しやがったな。格闘タイプで統一してるって感じかなこれ。ニョロボン、マケンジーだからこれはガオガエン、まあすげえ悪いなすげえ悪いな。こっち行った方がいいのかな。どこ行けばいいか分かんないっすね。あ、こういうのあんだ、知らなかった。このサンムーンのシステムいいな。こういうライドポケモンみたいのがいるんすね。ちょっと待って、ここじゃないな。どこ行けばいいのか分かんねえ。オッケー、ようやく来た。興奮させてくれっかな。はい、ニャビー、ロトム、ズバッとバルチャイ、まあ、特に良くはないかな。普通かな。全然いいやついないな。いないっすね、全然いいやついね。特にいいやつ、色違いかと思ったけど普通にこのアローラ地方の形でしたね。オッケーオッケー。あー、こいつはいいんじゃない。ルナーラ、普通にありがとうっていう程度のやつですけど。あー、これカップコケ行こう。オッケーオッケー。このカップテデフ、まあ、この辺りはいいでしょ普通に。あー、でもこの人も送っちゃってんのかな多分。全然ポケモンがいない、そもそも少なすぎる。オッケー、19本目、ウルトラさん行きましょう。まあ、これもダサいな。 XY からどんどんダサくなってませんかこのトップ画面。ちゅうこと新品同じぐらいの値段ですから、わざわざこれ買ったんですからね。期待してますよ。71匹、ダメだな。プレイ時間37時間ということで、これ絶対ダメだな。ポケモン一応見てみましょう手持ちから。ルギアいるじゃん、マラフィーいるじゃん。オッケー、ありがとう、疑ってごめん。普通にいいじゃん。ルギア、ジュナイパー、マナフィーいるよ。ベトベトン、マッシブン、ルカリオ。ルカリオ率高いな。はい、ラティオス、バグノム、メガヤンマ、スワンナ、あ、ネクロズマちゃんといますね。オッケーオッケー、これはいいでしょ普通に。ありがとうっていう感じです。あー、でもこの人も送っちゃったパターンかな。あんまいないような気がする。まあ、この辺り普通かな。あ、ルガルガンいますね。この辺りも地味にありがたいんじゃないかな。でも、はい、ワンコ、まあでもいないっす。マッシブンいましたね。あれ、マッシブン2体持ってんだこの人、すごい。全然いいやついないっすね本当に。アブソル、アブソルかっこいいな本当に。あ、いいんじゃないベベロブ。これなんか最近のポケモンホームの GTS でやったらこれ指定されてんの見ますからね。まあ、これはいてラッキーですね。もう一回わざわざクリアしなくても OK なんで。あ、ちゃんといましたね今。なんだあれは、アグノブかなんかわかんないけど、珍しいかもするはわかんない。あれ、これしかいないの、マジか。全然少ないじゃん。全然微妙だな。まあでも悪くはないでしょ、最悪ではないよね。マナフィーいるからとりあえずいいでしょこれは。ラストウルトラムーン行きましょう。おい、マジかよ、絶対終わりじゃん。おい、最後なんだこのお家最後クソっていうねちなみになんだこれ足まり最高のオチじゃんこれ。足まり6レベゲットだぜ。テロリストじゃないポラリスト。